え編集雑すぎ笑い、長瀬角の喫煙疑惑を TBS サイドが陰滅するも笑える編集。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野史二26、岸優太二27。 神宮寺雄太25が脱退する5月22日まで残りわずかとなったキングプリンス以下キンプリ。そんな中でも5月23日以降、高橋海人24と2人でキンプリを存続させる長瀬恋24は精力的に仕事をこなしている。長瀬角に喫煙疑惑も即対応、しかし雑すぎる編集に現在、 TBS 系ドラマ日曜劇場ラストマン全盲の捜査官に出演中の長瀬。同ドラマは公式チクトクを運用するなど、今時の SNS 戦略も屈指している。しかし、5月7日に投稿された動画が思わぬ波紋を呼ぶことに。話題となった動画はドラマ撮影の休憩中に共演の福山正春、350、4を追いよう。 三、五十らと長瀬さんが一緒になって、歯磨き粉のイントネーションについて談笑するシーンから始まります。それ自体は和気あいあいとした動画なのですが、問題は動画の後半。次のシーンで、大泉さんが改めてそのイントネーションを確認しているのですが、後ろの出演者の私物などが置かれた棚に、長瀬さんが加熱式タバコ、アイコス、らしきものを置く姿が映り込んだのです。 動画制作会社関係者。41秒という動画の中の一瞬の出来事だったが、キンプリファンは即座にネット上で反応した。普通にレン君のアイコスをお胸キュンポイントでしかない。流せ角のアイコス地味に燃えてます。でも肺が心配にもなる。角アイコスじゃんやっぱり W 青の使ってるね W。 と、銘柄を特定したり、健康を気遣ったりしつつ、ほとんどが長瀬と愛子瀬の組み合わせに、キュンとして、好意的に受け止めているようだった。しかし、そうした騒ぎを受けてか、ほどなくして、同動画は修正が施され、ドラマ公式チクトクに再アップロード。 長瀬がアイコスらしきものを置く様子は、アイコスどころか長瀬ごと茶色のベタ塗りで修正されたのだが、その編集作業が稀に見る雑さだ。このドラマ公式チクトクへの対応を受け反話。角のラストマンチクトクモザイクかけられたけど、J ってタバコそんな NG だっけやっぱ J 的には NG なんかな消されてたし。え、編集雑すぎ、ショー。 と、ジャニーズ事務所が NG を出したのではと推測する声もあれば、その編集技術に驚く声も出ている。番組公式の SNS なので、撮影現場の裏側や次回予告などをうまく宣伝しているのだと思いますが、今回の動画に限っては、ちょっと雑な編集かなと思いましたね笑い。前で動画制作会社関係者。 そんな長瀬の喫煙疑惑は以前にも騒動となっている。昨年5月のファン向け動画内では、長瀬が座っている後ろにアイコスらしきものが映り込み、その後のシーンではそれが帽子で隠すように覆われていて見えなくなっていた。こうした背景もあり、今回の騒動にはファンも、角のアイコス去年も今年も青いやつ垂れから1年かから早いなから、 年一来コス出しちゃうレン君かわいい。と温かい反応をしていた。長瀬さんが喫煙者かどうかは断定はできません。2020年に情報番組、スッキリ、日本テレビ系で長瀬さんは1日に何度も着替えてしまうというエピソードを披露したのですが、その中で飲みに行ったりしたい。でもタバコを吸う人がおったりする。匂いがつくのが嫌だから着替えますと話していました。 そのため長瀬さんが犬猿家なのではないかとも言われていました。ですが、一えに紙タバコの匂いが苦手で加熱式タバコを吸っているという可能性もありますね。芸能プロダクション関係者。長瀬がアイコスを吸っているのか真偽は定かではないが、喫煙自体は成人しているのだから何ら問題ないだろう。忙しい仕事の合間を縫ってほっと一息ついているのかも。